向井敏明は日本の陸軍軍人。敗戦時の階級は陸軍少佐。山口県出身。日中戦争に参加、南京攻略戦の際に実施されたとされる100人、霧競争の容疑者として逮捕され、南京にて処刑された。自筆の遺書が残されている自制我は、天地神明に近い捕虜住民を殺害せること、全然なし。 南京虐殺事件等の罪は絶対に受けません。死は天命と思い、日本男子として立派に中国の土になります。しかれとも魂は大発州に帰ります。我が死をもって中国光戦8年の苦敗の遺恨流れ去り日下、神前、東洋平和のもとともなれば捨て石となり幸です。中国の五分島を祈る日本の関東を祈る、 中国万歳日本万歳天皇陛下万歳死して、五国の鬼となります12月31日十字印。向井俊明現毎日新聞の前身である、姉妹市の西東京日日新聞と大阪毎日新聞で報道された。大阪毎日小学生新聞、鹿児島朝日新聞、大阪毎日新聞鹿児島沖縄版でも、後追い記事が出された。記事を書いた、仙海記者と、 鈴木二郎記者及び佐藤藤ことぶきカメラマンは、二勝位の百人切り行為は見ておらず、先回は、南京軍事裁判に対して目撃していない旨を、証明書で提出し、向井と野田両名の上司も、百人切り競争は、虚偽とする証明書を提出した。菅も遺書編纂委員会、正規の遺書昭和28年後段者、1984、再刊、稲田と美。 百人切り裁判から南京へ、文芸春秋、P12、ありがとうございます。